アジサイはアジサイ紫アジサイ属の落葉低木の一種である。講義にはアジサイの名はアジサイ属植物の一部の総称でもある。競技には品種の一つイジマクリフィラ F マクリフィラの和名であり、他との区別のためこれが本アジサイと呼ばれることもある。原種は日本に自生する角アジサイである。競技のアジサイは日本で原種学アジサイから改良した園芸品種で、 学アジサイに近い落葉低木。6月から7月にかけて開花し、白、青、紫、または赤色の学が大きく発達した草食芸を持つ。学アジサイでは、これが果樹の周辺部を縁取るように並び、園芸では学咲きと呼ばれる。学アジサイから変化し、果樹が休憩で、すべて草食芸となったアジサイは、手まり咲きと呼ばれる。幸いは、 梅雨期に主に挿し木によって繁殖させている。日本、ヨーロッパ、アメリカなどで観賞用に広く栽培され、多くの品種が作り出されている。原産地は日本で、ヨーロッパで、品種改良されたものは、西洋アジサイと呼ばれる。変種のアマチャは稀に産地に自生するが、多くは寺院などで栽培されている。また、漢方で持ちいないが、民間では、 薬用植物として利用できる。なお、口述の通り本種は有毒植物であるため、園芸や切り花として利用する際には取り扱いに注意が必要である。アジサイの語源は、はっきりしないが、最古の和歌集、万葉集では、アジセマアイ、ヤスジサイ、平安時代の辞典和名類受賞では、甘め、サイの字を当てて書かれている。 最も有力とされているのは、藍色が集まったものを意味する、あずさいがなまったものとする説である。その他、味は、評価を、狂乱は、花の色を示すという谷川ことすがの説、集まって咲くものとする、山本昭夫の説、厚崎が転じたものであるという貝原駅圏の説がある。花の色がよく変わることから、七変化、八線化とも呼ばれる。 日本語で漢字表記に用いられる。アジサイは、当の詩人白虚偽が別の花、おそらくライラックにつけた名で、平安時代の学者源順がこの漢字を当てたことから、誤って広まったと言われている。双孔の下に、瓶を置いた字が、新鮮あざ鏡には見られ、アンチサイのほか、とめ久ひさの字が当てられている。アジサイ研究家の山本武臣は、 アジサイの葉が便所で使われる地域のあることから、トメゲヒサシスケは普通、トモクサと読むが、シモクサとも読むことができると指摘している。また、コトジンには、アジサイの別名として、マタブリグサが挙げられている。シーボルトは、アジサイ族の新種に、自分の妻、オタキさんの名を取って、ハイドランジアオタクサと命名し、物議を醸した。これは、ハイドランジアマクリフィラと同種であった。 青色と紫色の花落葉低木で樹高は1、2メートル。葉は耐性し、葉心は厚く光沢があり、単緑色で葉脈の、はっきりした卵型で、周囲は巨子状。花樹は大型で、5月から7月に紫の花を咲かせる。一般に花と言われている部分は草食毛で、大部分が中性花からなり、額が大きく花弁状で目立つ。中央にある、 両生花は極小で目立たず、大化した雄水10本と滴水3から4本がある。数え方は枝という。母種のクアジサイでは、果序の長部が平らで両生花が多数あり、密集した両生花の周囲だけに草食毛が見られるが、アジサイや西洋アジサイでは、ほとんどが草食毛となっている。また、草食毛の欠如した変種も知られている。花の色は、 アントシアニンという色素によるもので、アジサイにはその一種のデルフィニチンが含まれている。これに補助色素とアルミニウムのイオンが加わると青色の花となる。従来は理論の域に止まっていたが、今般実際にアジサイの花で直接確認された。アジサイは土壌の pH によって花の色が変わり、一般に酸性ならば青、アルカリ性ならば 赤になると言われている。これは、アルミニウムが根から吸収されやすいイオンの形になるかどうかに、pH が影響するためである。すなわち、土壌が酸性だと、アルミニウムがイオンとなって土中に溶け出し、アジサイに吸収されて、花のアントシアニンと結合し青色を呈する。逆に土壌が中性やアルカリ性であればアルミニウムは溶け出さず、アジサイに吸収されないため、花は、 赤色となる。従って、花を青色にしたい場合は、酸性の肥料やアルミニウムを含む苗板を与えればよい。同じ株でも部分によって、花の色が違うのは、根から送られてくるアルミニウムの量に差があるためである。花色は花 1g あたりに含まれる、アルミニウムの量がおよそ40マイクログラム以上の、場合に青色になると見積もられている。ただし品種によっては、 遺伝的な要素で花が青色にならないものもある。これは補助色素が原因であり、もともとその量が少ない品種や効果を阻害する成分を持つ品種はアルミニウムを吸収しても青色にはなりにくい。また、褐色は開花から火を減るに従って徐々に変化する。最初は花に含まれる葉緑素のため薄い黄緑色を帯びており、それが分解されていくとと,ともにアントシアニニンや 補助色素が生合成され、赤や青に色づいていく。さらに日が立つと有機酸が蓄積されていくため、青色の花も赤みを帯びるようになる。これは花の老化によるものであり、土壌の変化とは関係なく起こる。他に花が緑色の品種も知られており、観賞用として緑の花が販売されることもある。しかし、日本では、 ファイトプラズマ感染によるアジサイハカ病にかかったものも稀に見られる。この病気の治療法は知られておらず、感染拡大を避けるため発病株は処分した方が良いとされる。ガクアジサイこの種は、草食下の分布からガクアジサイと競技のアジサイに分かれる。またこれらとは別に、ヤマアジサイハイドランジアセルロタやハイドランゲア、スティロサハイドランジアスタイロザを同種とする説もある。 分子系統では、栽培種に山アジサイに禁縁なものと H スタイロザに禁縁なものとがあり、後輩による多系統かもしれない。鎖国時代に長崎にオランダ商館員の一員として日本に渡来し、オランダ人と偽って、出島に滞在し医療と博物学的研究に従事したドイツ人医師にして、博物学者シーボルトは、 オランダに帰還してから植物学者のツッカリニと協調で日本植物史を表した際にアジサイ属14種を新種記載している。その中で果樹全体が草食源になる園芸品種のアジサイをハイドランジアオタクサ、シーボルトイツコリニと命名している。しかしこれはすでにカールツンベルクによって記載されていた。 H マクリフィラセリンゲバリエーション、マクリフィラのシノニムとみなされ、植物学上有効名ではない。にもかかわらず、牧野富太郎が、実著の各種植物図鑑において、ハイドランジアマクリフィラセリンゲバリエーション、オタクサマキノの学名を用い種の記載者がセリンゲで、編集の記載者が牧野自身であるとする事実と異なる処置を行っている。ことから、 一部の植物学書であったかも H オタクサが植物学的な有効名であるかのような誤解が広まってしまっている。牧野は上記の植物学的に不可解な処置と矛盾する言動をまた著者の中で行っている。シーボルトは実著の中でオタクサをアジサイが日本でオタクサと呼ばれていると命名の由来を説明しているが、牧野は 日本国内でこの故障が確認できなかったことから、シーボルトの愛称の楠本滝の名を潜ませたと推測し、美しい花に、下流界の女性の名を付けたとして強く非難している。そして自らも、新種の笹に、自らの妻の名から、末子笹と名付けた。マキ野のこの推測によって、オタクサの名は、シーボルトとオタキさんのロマンスをイメージさせて、 文人作家の創作意欲を刺激し、地下にこの名を読み込むことなどが盛んに行われている。低木で5月から7月頃、青、紫、ピンクなどの花を蜜につけ、手まり状をなす。初夏あるいは梅雨時期の風物詩として広く親しまれ、観賞用に庭園や公園に植栽されてきた。また、咲き始めの頃は白っぽく、次第に色が変わってくることから、 七変化とも呼ばれる。園芸種も多い。日本全国各地にアジサイを境内に多く植えた、アジサイ寺と呼ばれるような観光名所がある。アジサイの名所として、神奈川県鎌倉市などが有名である。公共の施設では、大阪府民の森ぬか田園地、神戸市立森林植物園、 舞鶴市全文化園に約5万株のアジサイが植えられている。三重県津市にある伊勢温泉ゴルフクラブ内の福祉と環境を融合したアジサイ園には2万5千平方メートルに56種類7万5千株のアジサイ園が2008年6月より新設された。また、神戸市の裏六甲ドライブウェイ及び奥、マヤドライブウェイ沿いには延々とアジサイが自生している。 神奈川県の箱根登山鉄道では開花時期に合わせ夜間ライトアップされたアジサイを楽しめる特別列車が運行されている。岩手県一の関市にある道の区アジサイ園は15万平方メートルの杉山に300種3万株のアジサイと元日本アジサイ協会会長子山本武尾氏の収集、栽培品が山本コレクションコーナーとして保存されている。 漢方では用いられないが、民間薬として葉花が利用される。初夏に花や葉を取って、天日乾燥して生薬にする。下熱に乾燥させた花、または十 10g を煎じて服用する用法が知られ、特に起こりに効果があると言われている。アジサイの保有する毒性に関しては、アジサイ属を、山椒アジサイを模した生火師はカマン用衆には2種のみ。 平安後期になるとしばしば読まれるようになった。現代では多くの作品が読まれており、例を挙げることは必ずしも容易ではない。俳句俳句では、アジサイは夏の季語。小説アジサイに、園中国ではアジサイを縫い玉という。チワン族にはアジサイに模した絹に刺繍を施した手まりを作り、男女が問答をしながら投げ合って、お互いの意思を確認する球根の 伝統的な習慣がある。狛犬やシーサーの起源となる石獅子は随獣をかたどった石獣の一つで一体で置かれる左側のおすじは足に縫い玉を持っている。アジサイは下記の市区町村の花、木として制定されている。ありがとうございます。